イリノイ工科大学は、アメリカ、イリノイ州シカゴに本校が位置する、研究型私立理工系総合大学である。1890年設立。プログラムは建築、エンジニアリング、科学、心理学、ビジネス、通信、ジャーナリズム、デザインと法律で構成されている。IIT、イリノイテックの略称で呼ばれる。大学のモットーは、トランスフォーミングライブズ、インベンティングザフューチャー。 学部生と比較して、大学院生、特に、博士課程の学生の割合が多い、大学院、研究大学である。同エリアのシカゴ大学が科学に重点を置くのに対し、IIT は工学及び、科学技術に重きを置く。特に、建築学、航空工学、コンピュータ工学、医療生態工学などが強い。 携帯電話の発明、バーコードの発明、オーディオ用カッセットやビデオ用テープなどの時期、記録テープの発明、パラボラアンテナの発明で知られる。4名のノーベル賞受賞者が在籍していた。そのうちの1名は、IIT の現役の教授である。メインキャンパスは、シカゴの西アダムス通り565である。シカゴの中心的な商業地区である、ループ地区から南に、 鉄道で10分ほどである。大学の主な建物及び全体計画はミース・ファン・デル・ローエによって設計され、特にクラウンホールが著名。現在はレムコールハースのマコーミック・トリビューン・キャンパスセンターなど新たな建築も注目されている。シカゴの建築ツアーの名所の一つでもある。ビジネス系大学院、ロースクールはダウンタウンにキャンパスがあり、金融地区や その他企業からのアクセスは非常に良いアーマーカレッジオブエンジニアリングカレッジオブアーキテクチャーカレッジオブサイエンスアンドレターズインスティチュートオブサイコロジーセンター for プロフェッショナルデベロップメントスチュアートスクールオブビジネススチュアートと呼ばれる特徴として工科大学系である強みを生かし技術金融工学系の授業が知られる特に環境におけるカリキュラムについては 高い評価を与えられている。マコーミックトリビューンキャンパスセンターミースフェン、デルローエンによる建築最近の建築。ありがとうございます。